粟村逸三さん、当時30歳。爆心地から 0.5km の元町で被爆しました。粟村さんは中国軍管区司令部副幹部の庶務係でした。出勤直後、上着を脱ごうとした時に被爆、床が抜けて2階から1階へ叩きつけられました。現在は中国軍管区司令部に在籍した生存者たちの集まり、広島市友会の会長を務め、原爆に倒れた戦友の慰霊を続けています。当時の仕事はですね、私はこの師団司令、軍司令部の中に参謀部とか副幹部とかいう8つの部があったわけなんです。その中の副幹部というの、庶務係副幹部書記というので、毎日の軍上からの命令とかいろんな解放とかいうことをですね、伝達をする役目であったわけです。朝8時今の15分の少し前に着いて、上着を脱いだところで被爆して、それから床が無論木造であったんでしょうね、抜けてですね、下まで落ちたわけなんです。その下というのが参謀部、副幹部、経理部の3つの所帯がおった中に下へ落ち込んで、それからすぐ飛び出してきたわけです。その時の私の直感としては、おそらく司令部であるからここを直撃したんだろうと、まあ、思っておったんですが、そのちょうど前にですね、広いこともないんですが小さな池があってね、その池の中に飛び込んでですね、まず火傷とか背中一面にガラスが、窓ガラスの破片が立ち込んで、頭も火傷する、両腕も火傷するというので池の中に飛び込んで、まあこの中におられたのは700名ぐらいですから、それほどの数じゃないんですが、表門と、それから今車が入ってきました北門というところがありまして、それからそれぞれ思い思いに外へ逃げていったわけなんですね。で、落ちて間もなくこの司令部は燃え上がってですね、1号庁舎、2号庁舎ともに爆風によって倒れて燃え上がったと。後で気がついたことですが、広島城はですね、まあ、目標となるような高い建物であったけど、不思議にですね、焼けないで倒れてですね、堀の方へ向かって倒れて、まあ、壊れた状態であったと。後で幾分火が生えて焼けたかも分かりませんが、司令部の方がまず焼けてしまったという状態であったわけなんですね。で、一番感じた言葉、もう一つ上がった上の台にですね、やはり貯水槽の丸いプールのようなものがあったんですが、周りに立ち木があってですね、その木に座ってですね、水をすくうような状態のままで明くる朝気がついたんですが、そういった姿が、まあ、同僚であってね、たくさんのものがそのプールの前に集まっておって、そしてそのまま亡くなっておる。生きておった人はかろうじてですね、救護班などによってどっかに連れて行かれたんでしょうが、連れて行く病院もですね、陸軍病院も今のようにきれいに焼けてしまった状態ですから、まあ逃げようがないわけで、間もなくいろんな各よその部隊から応援に来てですね、救護活動でトラックを持ってきてそれに乗せるとかいうことで、負傷者を収容するということはもう随所に見られたわけなんです。昼間は声、やはりいろんな救護班のたちの応援、その他の事務の処理をして、夜になると今の師団長官舎のところにバラックでですね、応援に来た人たちについバラック建てのトタン屋根で小さい建物を作ってもらって、今そこに来ておられた石川さんという
当時総長で同じ幹部に書記をしておられた方で、二人で夜になるとそこへ行き、それでまた昼間はここへ仕事に来るということであったわけなんです。私のその髪が抜ける、歯茎が腫れてくる、熱が出るということで、どうでもこれ入院するかどうかせなならんということで、11日まではね、ここで働いておったんですが、11日の昼からね、復官が、今私が私有会の会長をしておりますけど、前任の山本というね、専属の復官がですね、安村は故意じゃから病院へ行くと言っても、その当時エヴァにね、陸軍病院があって、そこへ行ってもね、どうせ薬もないしダメだから、お前は故意へ帰れ。でその当時杉野師団長がですね、すぐ出てこられて、故意という町に立派な家がありまして、そこを仮の官舎にして、で私の家もきれいに壊れてしまいましたけど、家内の里へですね、引き続き行きまして、そこでずっと寝たままの状態であったわけで、何度かこの軍医部から軍医さんが容体を見に来て、到底どうせ助からんじゃろうか、助からんとは言わないでね、遺言を書いておけと言われて、鉛筆書きで家内宛に遺言を書いてですね、そうして枕の下へ入れておいたわけなんです。毎月6日にはですね、ここへ来て線香と、隣が私の店の隣がお花屋さんですから、そこでお花を買ってはここへ来る。まあ雨が降るとか差し支えがあるときはその前後にですね、とにかくお参りする。そうしてここではね、いろんな修士の方が亡くなった方のその過去帳がこの下の中に収めてあるんです。それでまあ無難なですね、私は浄土真宗ですから、普通なら正真家というお経をあげないからのですけど、どなたにも通じるお経というので、短い般若心経をですね、この地にあって、ここで朝なったけ午前中にお参りしてですね、そうして、亡くなった先輩たちのためにですね、先輩同僚たちのためにですね、どうぞ今からの世の中が平和であるように、私たち息長らえさせてもらったものはですね、皆さん方の気持ちをつないでですね、今後この戦友会を生のいわゆる命ある限り続けていきたいということで祈っております。あって
縁を訴えること。流し